高柳安太郎から1951年9月7日は日本の陸軍軍人。陸士3期、陸大13期。最終階級は中将。栄転は、正4位、訓理投稿2級、バス勲章コンパニオン。近代日本における対ロシアソ連諜報活動に従事した情報活動の先駆者であり、広報、特務機関の命名者でもある。 石川県の氏族出身。三浦県高の次男として生まれ、高柳文吉の養子子となる。成城学校を経て陸士に入学。陸大卒業後、日露戦争に第二軍司令部不参謀として参加。参謀本部作戦課長、陸軍大学校兵学教官、海軍軍令部参謀を経て、第一次世界大戦では、 チンタオ攻略軍兵団部長として出征。その後、ロシア軍の幹線部官となる。シベリア出兵には、ウラジオ派遣軍高級参謀として、部隊を指揮する傍ら、広報班及び、オムスクの特務機関を設立。その後、ウラジオ派遣軍参謀長に就任し、1920年7月17日に行われた停戦協定では、日本側代表として出席。 ゴンゴタ駅にて、極東共和国代表、ウラジーミル・シャートフ国防大臣と停戦条項を交わした。陸軍切手のロシア畑を歩んだ人物だったが、情報を提供した芸者に謝礼として、恩師のタバコを送ったことが、新聞沙汰になり、大名に追い込まれた。1922年、南満州鉄道総裁出職宅となる。高柳を招き入れたのは、当時の理事、 松尾陽介とされる。翌年、高谷は満鉄社長室にプロパガンダや専務活動を担当する広報係の設置を提案し、自ら広報係の初代係長となる。1930年、満鉄を辞して満州日報社長に就任した。1931年に満州日報社長を退任するが、満州国建国後は、 満州広報協会会長、マンチュリアデイリーニュース社長、満州文化協会理事、在京軍人会顧問、満州軍権協会会長となり、大陸における情報戦略の基礎を築いた。戦後、高柳は電通に努めていた。ABCD、日本陸海軍総合辞典、第2版、96ページ。陸軍現役将校同総統官、 実約定年名簿47コマ、東京日日新聞1927.22、経済広報センター、企業情報プラザマンテツの広報活動、プロパガンダとパブリックリレーションズの言葉詞、AB、在会2500人衆、万毛及び朝鮮編在会2500人集、編参部、1934年、P114、 白戸健一郎中国東北部における日本のメディア文化政策研究助説満鉄広報課の活動を中心に2010年 P124 陸軍予備役所行動総統官副役定年名簿18コマ官報1930年7月28日除任及び事例ありがとうございます